1> 第1号型苦戦艇とは大日本帝国海軍の苦戦艇の類別、同系艦2隻。世界の艦船では、第3号苦戦艇も第1号型としており、同系艦は3隻となっている。また、日本海軍の公的な分類では、第1号から第12号までの12隻をすべてを第1号型としている。昭和初期の日本海軍では、 沿岸での対戦防御は漁船などを徴用した特設苦戦艇が行うことを予定していたが特設苦戦艇では性能が良くないために専用の苦戦艇を建造することになったこのため苦戦艇には港湾海峡などの局地対戦紹介用の任務を想定されていた本型の前に160トン苦戦艇100トン苦戦艇が計画されたが実際の建造まではいかなかった 第一次補充計画の昭和8年度追加計画により、ロンドン海軍軍縮条約の制限外艦運転として2隻が建造され、日本海軍が最初に建造した苦戦艇となった。当時計画の他の艦艇と同様に復元性能と船体強度に問題があり、2隻の竣工後に性能改善工事を実施した。また2計画で建造された第3号苦戦艇は、 気候前に設計を改めた。小型の船型であったが速力は大きい計画の反面、公用性は不足していた。しかしながら、太平洋戦争では南方に進出して、懲戒と戦団護衛に従事し、一隻が1945年に平井沈没、もう一隻は終戦後、シンガポール南方で海没処分された。基本計画番号計算。 船体は長さの割に還元の高いフラッシュデッキ型の船型で、当初は上甲板にブルワークを設け、不釣り合いな大型の環境を持っていた。舵はは21度下開きの傾斜2枚舵を装備した。当時の海軍技術研究所の研究で旋回剣が小さくなるとされたが、実際には旋回性不良のため以後の苦戦艇は通常の1枚舵に変更された。 小型艦艇では火事が水面に近くなるために不利であり、第1号の講師時にたびたび火事が水上に露出したという。方向並走は浮上潜水艦を攻撃するために発射速度の速い十ミリ 40mm 機銃を完全部に装備した簡素なものとなった。放送を 8cm 広角砲とするか 40mm 機銃とするかは計画時に常に問題となっており、 40mm 基銃でも潜水艦攻撃に効果があると認められ、発射速度も速いため装備された。装備した、飛式 40mm 基銃は輸入した基準を国産化したもので、連続球団数を25発から50発に改め、まとばり調整を可能とし、照準機を星機、LPR 型に変更、星機超重望遠鏡の搭載などの変更が加えられている。 機銃は、止め式 7.7mm 機銃を煙突量弦に一丁ずつ装備した。止め式 7.7mm 機銃は輸入品で重火のみ国産だった。爆雷は36個を搭載。爆雷投射機はまだ装備しておらず、投下軌道があるのみだった。苦戦艇で、春高時から爆雷投射機の装備したのは、第3号苦戦艇からとなった。ソナーは91式単新技と、 MV 式水中乗温機の装備を計画し、第1号は1943年時に93、式小型水中乗温機を装備していた。無線兵装として、送信機は、U と式特5号1機、受信機は92式特受け、常用2機、保用1機、無線電話装置は2号改め1を装備した。航海及び、光学兵装として、14式1.5メートル速距離1機、 六十六センチメートル速競技一機を装備した。また十二センチメートル望遠鏡二機、各種八センチメートル双眼鏡計四機を装備した。発電機は四十キロワット百五ボルト内海発電機二機、一区は五十五ボルト交流発電機二機を装備した。主曳かりは普通型零点三トンを二条、副曳かりは海軍型零点一トンを一条。 秒差は1 8ックス7節を2連装備した。砲射類としての工作は、艦尾計流用に2 2 f i 七7 5メートルを2巻、横付け用に2 0ックス5 0メートルを2巻、衛線用に2 4 f i 百1 7 5メートルを1巻、計流作業用に 20FIX100 メートルを1巻、艦尾計流用に2 2 f i 七7 5メートルを2巻、 横付け用に2 0ックス5 0メートルを2巻装備した。朝作は、軽流作業用に3 2クス百1 7 5メートルを1巻、福井狩り用に2 6クス百1 7 5メートルを1巻、作お及び雑用に 22FIX100 メートルを1巻、装備した。舵取り機械は100ボルト電動を2馬力1機、用病機は100ボルト電動10馬力1機をそれぞれ装備した。 2隻とも1934年3月に一旦、竣航したが、ともつる事件の発生により、竣航直後から復元性能改善工事を行った。上部構造物は縮小され、上甲板のブルワークは撤去された。またバラストキールの装着、セメントバラストの搭載などを行った結果、排水量が100トン近く増加し、速力は21ノットに低下、同年7月に収益した。 復元性能改善工事後の第1号区選定の要目は以下の通り。1943年2月時点での第1号区選定の並走は以下の通り対戦末期の並走は以下とされる。ありがとうございます。